坂口です。ラストストーリーでディレクターをやってます。それ以前もたくさん25年間ゲームを作ってます。作ってきました。いやーというか自分が年を取ったなって感じますね。そういうのを聞くとね。25年前か。だから25歳の時に作ったんですね。どうなんでしょうね。最近はサーフィンもやってるし、他のことも楽しんでますけど。飽きてはいないけど、最近iOS でサーフィンゲームを作ってて、すごくなんか、たった4人で、4ヶ月で、すごいコンパクトなんですけど、でもそのファイナルファンタジー1を作った時は例えば最初は5人だったし、やっぱり1年ぐらいで作って、なんかその頃のこう人数が少ないからみんなでこうまとまって、しかもこうどん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 こう中身も変化していきながら、こう毎日こう楽しい思い出で作ってたっていうのがなんか思い返されて、それはそれで面白いですかね。そういうサーフィンゲームみたいなものを作るの。正直言うと一番やっぱ遊ぶのはどうしてもなんていうんだろう、こう空いた時間に遊んでしまうので、なんか iPhone のズーキーパーだったり、そのなんていうのかな、そういうちっちゃいゲームが最近はどうしても多くなっちゃうんですよね。やっぱりあまりこう長時間かけてじっくり遊ぶっていうことはなんかちょっと減ってきちゃってるかもしれないですね。どれも作るのは大変なので、楽しかったゲームって言われると、どれも似たようなものから、やっぱり作るのは苦労も伴いますし、やっぱどうしても生みの苦しみっていうのかな、出る時には痛いものですよね。でもどうなんだろう、その中で一番好きなのはでもやっぱりファイナルファンタジーの1作目なのかな。あの時はもう本当に、これがあまりそのいいものにならなかったらやっぱり自分には才能がないんだから、もうゲーム業界は去ろうっていう本当にそういう気持ちで作ったし、なんかあの FF の1っていうのが出来上がった時にみんなでこう肩抱き合って、なんか俺たちいいもん作れたじゃないなんていうのを言ってたので、あの勇者たちが今ニューファミコンに出会う。ニューファミコンで蘇る伝説の物語、攻略本付きファイナルファンタジー1-2、一つになってアンコール発売。やっぱりどうしてもスクエアはその大きくなっていったので、自分たちがこう面白いと思うものを作るっていうよりは、もちろんいいものを作ろうとはしたんですけども、でもやっぱりどうしてもビジネスサイドの話が先行して、今期の売り上げはこれだけ作らなきゃいけないみたいな。でそれ僕も、会社の副社長とかやっていたんで、どうしてもそういう毎日になって、でもやっぱりクリエイターでいたかったので、本当にこう自分がこうこれがもし作れたら楽しいんじゃないとか、そのこれが作れたらこう今までなかったよね、こういうコンセプトはっていうようなものを何か作りたかったので、そのためにはやっぱり独立するしかないかなっていう、そうですかね。ミスオーカーはあんまり意味、そんなに深い意味はないんだけど、ただやっぱりどうしても何か物を作る時っていうのは、なんかこう五里夢中っていうんですけど、いわゆるもうちょっと先はもう霧に隠れてこう見えない、手探りで進むみたいな。でもあえてそういう方が僕はなんか楽しく生きられるかなって気持ちがあって、でそれで
時々ただその霧の中をですね歩くのをあえてやめて、まあ、それでこうロゴがこう霧の上にこう人がいるんだけど、霧のこう上に出るんですよ。そうすると星空が見えて、霧の晴れた、まあ、雲の上に出ると、で多分それはその真実とかなんかすごく素晴らしいものなんだけど、ただ絶対手は届かないし、そこに歩いていくこともできない。だからもう一回僕たちはあえて霧の中に戻って、まあ、あえて手探りで何かこう作り出す、なんかそういう会社にしようよっていうので、ミストーカーっていう名前にしました。まあ、あのスタートがやっぱりロストデッセイブルードラゴン その反省から入っていて、やっぱりどうしてもあの2つはその特に戦闘システムがあのターンベースで戦闘シーンが切り替わって、やっぱりオールドスタイルだっていうのを特にその欧米のユーザーから意見をもらって、なんかそこを変えていかなきゃダメだっていう思いが最初にあって、まあそのためには多分あの単純にアクション RPG にすればいいっていう問題ではなくて、新しいシステムを入れなきゃいけないし、もうそれをやるにはあの実際に1年ぐらいかかりましたけど、もうすぐ多分実験を繰り返していろんなシステムを試行錯誤しないといけないと思っていて、でそんな時にあの、まあ、まあ僕のルーツはもちろん任天堂なので、25年前からはもう最初の頃はもう任天堂と仕事してましたから、すごく、古い人たちをみんな知っていて、話す機会があった時に、実はこういう新しいもの、新しい形の RPG っていうのをやりたいんだって言った時に、その25年前からその知ってるような任天堂の人たちが、じゃあ一緒にやろうよと。でそのためにはでもこんな実験の期間も必要だし大変ですよっていう話もしたんだけど、いやいやそれが面白いからやろうよって言ってくれたのが任天堂で、そういうやっぱりどうしても、そういったゲーム業界の人たちとのつながりでスタートしますから、まあ、Wii で作ったというよりは僕にとってはそういう実験的な試みを任天堂が一緒にやろうって言ってくれた。でグラフィックスに関しては別に捨ててる気はなくて、あ、まあ見てもらえば綺麗だと思うんですけど、実際に開発中は HD 解像度でテキスチャーとかも描いていますし、まあ、最終的に出てる絵も僕としてはすごく満足のできるいいグラフィックスになったと思います。やっぱりもともとのその原作がドット絵で、もうその時点でやっぱりみんなにもちろん言うようにその想像力をかきたててインパクトがあったわけだから、そういったものが元にあると確かにそれがディテールを伴ってこう来ると、あの人によってはやっぱり違和感があるし、まあダメになりますよね。だけどまあまあそれは最初にドット絵があったからであって、あの最初からもう原作が HD 解像度だったら例えば多分問題はないし、あのまあそれはそのケフカとかそういうそういうキャラクターだから起きてる現象じゃないですかね。でもそれケフカはこの前そういえばロサンゼルスであった植松さんのコンサートに、ケプカのコスプレをしてきた人がいて、ものすごかったのね、すごい出来で、でもあれは多分ケプカがドット絵にしかいなかったら彼はコスプレのしようがないのでそのケプカのハイクオリティ版を作ったおかげで彼はコスプレができたわけだから、まあそれが良かったんじゃないまあ、植松さんとの関係がやっぱり一番大変で、最初に大体ストーリープロットを書いたら彼が 2,3 曲書いてきて、今までも25年間一緒に仕事をしてきて、その最初の 2,3 曲でボツを出したことはないんですけど、ただ今回やっぱりそういった新しいシステムにしたからゲームの流れも違うので、なんかやっぱりその最初に植松さんから来たのはしっくりこなくて、もう一回作り直してくれって全ボツを出して、そしたら彼からそこから
僕がすごいものすごい長いメールを出して、こういう曲にしてほしいんだって出したんですけど、そこから1ヶ月間何の音沙汰もなくなってしまって、ああこれはもう上松さんとこうなんていうのかな、まあそれ夫婦じゃないんだけど、あもう別れなきゃいけないのかなみたいな、あの僕たちの関係もおしまいねみたいな思ったんですけども、まあでも1ヶ月後に突然上松さんから曲が、新しい曲が3曲やってきて、もうでもそれは今入ってる曲なんですけども、素晴らしいと思って、うん、まあ一度だから別れかけたなんか夫婦が1ヶ月経ってなんとかよりを戻したみたいな、まあそんな感じでしたね。最初はなんとなく生やして、で最近やっぱ時々うざったいんで揃おうと思うんですけど、まあそれこそさっきの話じゃないけど、うちの女房はいや剃らせてくれないんですよね。パパはあった方がいいっていう、まあ、娘にも言われてるので、なんか剃りたくても剃れなくなっちゃいました。Probably wouldn't recognize you anymore. 猫ちゃん。多分ね、いやいや、あとはハワイに住んでるから結構日焼けしてて、剃っちゃうとここのこう白ひげになっちゃうね。ホワイトホワイトマスタッシュ。テーブル。いなかったっけあれ？FF9 のあのスタイナーとかハゲじゃなかった？違った？あれ ？No? I don't remember. But he wore a helmet so you couldn't see. ああ、いやいやいや、でも多分ハゲだよね。うん、OK、next game. Next game. Yeah. 主人公。I can do motion capture. いや、メインキャラクター。メインキャラクター。Awesome. Okay. What's your favorite Pokemon? ポケモン？いやでもだからずっとライチュウの方が強いのかと思ったら、ピカチュウってわざとライチュウにならないんでしょ？ならないですね。うん、でもだから知らなくて、ライチュウの方が強そうだから好きって言ってた、バカにされたけど娘に。ロスピカチュウ、ヒッター、ピカチュウだましだ、カチュウ、バスストローライチュウ、ザイキンバスアンリヒティガドナシラクスライチュウ。Thank God, baby!